ラーとかそういう有名な人とか、あるいはものすごく自分のことを批判したそういう評論家に対して、ね、もうものすごい手紙を書いていて、でその手紙の中から彼がどういう思いで創作をしているかっていう、そういうのも伝わってきて、書簡集のタイトルはオンライティングっていうんですけども、書くことについてっていう、あまりにも普通のタイトル